端から5センチに印をつけます。下に3センチ、2センチの印をつけます。返し口を開けて画像のようにミシンをかけます。一箇所縫い忘れました。表に返します。縫い代を中に入れアイロンをかけます。印をつけます。線を引きます。印をつけます。線を引きます。端は抜けないように留めておきます。
2センチ出します。縫います。反対側も縫います。同様です。アクリルテープを通します。端を2センチ重ねます。縫った部分を真ん中にずらします。少し縫います。お弁当入れでも良さそうです。出来上がりました。ご視聴ありがとうございました。